どうも皆さん、こんばんは。フラメンコです。ポケモンパンフレット縛り実況プレイ続きやってきます。で、今回はチャンプルタウンの青木をね、2回目の青木戦をやっていくところからやっていこうと思います。でも今回の作戦としては、まあ最初にね、来た時もドスクジラがいたということ で今回からもドスクジラ復帰で、もうね、この6体でボコボコにしていこうかなと思ってます。で、確か青木くんは最初のポケモンとかでなんか眠らせてくるとか絡めてを使ってきたような気がするんで、積んで積んでっていう作戦が多分効かないと思うんで、とりあえず毒撒いて様子見るところからやっていこうかなと思います。じゃあ早速行こう。ようようよう、青木くん、トップとの待ち合わせ遅刻、アポなしの新客お失礼やぞお前、人のことをチャンピオンやぞ俺、一応新客とは何事よ。どうも青木さん、はい、私が代わりです、よろしくお願いします。あ、いやいや、こちらこそ。トップは自分の上司なんですが、まさか学生までこき使うとはなんかすごい闇を感じますね。青木くん、きっとこき使われてるんでしょうね。あ、黙ってやん、うん、フラメンコくんも黙ってるわ。あ、黙ってんじゃなかったわ、説明ね。はい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 、うん、お手伝いですね。はい自分は願い下げと。いや、日頃からトップチャンピオンにはこき使われてそうだもんな。青木くん、よし、やりますか、とっとと。どうなんだろうな、最初の1周目ぐらいの時は青木ぐらいからね、だんだんとポケモンの数とか相手のレベルとか上がってきたようなイメージがあるんだけど、2周目でもポケモンの数とか、うん、確かにな、指定のせいでもやってるしな。はい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 、いや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 、そんなことないですよ青木さん、よろしくお願いします相変わらず後ろの二人はこっち側見ながら食べてんだな、ご飯っていうか、おかしいよな。うん、あの感じで反対側に座席が2個ないのおかしいよな。まあいいか、ノーマルタイプ、平凡、ありきたり、はい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 、すごいな。まあそれぞれだよな、どんなポケモンが好みかなんて。人間もポケモンももっと分かりやすくていいんです。はいはいはい、トップさ奇抜さあー、完全にこれアバンギャルドなあのお兄さんのこと言ってるのかな。まあ確かにその通り、普通に生きることが一番難しいんだから人間。やってこうぜ青木くん。というわけで、相手は多分ノーマルタイプなんだよね。まあまあ一応ね、うちの、ドスクジラくんにボディープレスだけは覚えさせてきたんで、そこら辺で何か上に立てればいいんだけど、いきなりパフュートンいたっけ、そんなキャラクター。前回いなかった気がすんな。もし、あ、ポケモンは5体か、レベル65か、大体変わんないな感じかな。じゃあ他のリーダーたちもやっていくか。とりあえず毒道からいきなりワンパンされたりしないかな。危なやめちくりでも意外とパフュートン威力ないかもな。新年の頭突きっていうレベルの技で、太丸の防御力でこんだけ、うん、ワンパンされないんだったら意外と攻撃力ないかもしれない。パフュートンペラペラだからね、太丸くんは防御力。早速何からいくかな。てか物理タイプじゃね、パフュートン。いけるくね、やれるよな。あれ、あのコアラはどこ行ったん。コアラ、コアラいたよね、青木くんの手持ちに。まず甘えていく、入れる気がするな。パフュートン多分物理でしょ、多分攻撃力。あ、やべやっべ、抜群技持ってるわ。40くらったな。先に、うーん、ハモさんの方がよかったかもしれないな。甘えるの方がよかったかもしれない。また間に合うか。できるだけパピコの体力を温存したいからな、今後粒に当たって。これでパモさんがワンパンされなければの話なんだけど。アイアンヘッドで、ほい、こちらは電気タイプと、で、まあスカーフ持ってるんで、うん、甘える専用用意みたいな感じですね。あー、いいじゃん、大体もう物理じゃん。うん、完全に物理だね。これパフュートン先発で出した青木くんがちょっとフラメンコの対策不足なんじゃない。これ
はい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 、ナイス。のしかかりでまひることだけやめていただきたいって感じか。他になんかそういうことあるかな。あくびとかやっとくか。うん、そうだね、あくびとかやっとこう。ここでもううちの手持ちのリソースをしっかり吐いていこう。パフュートン進化したらなんかあくび食らわない特性になるとかないよな。あまりわかんないけど、進化させないからうちのグルオをないね。よし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 。でここで入れ替えてのしかかりなんで抜群ではないと。まだピピ切れないもんな、のしかかりの。あんまり多くなかったようなイメージもあるけど、のしていく。はい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 、まひんなよ。あーオッケーオッケーオッケー。あー怖っそのま怖っ。回復していく、ぐっすりおやすみ。そして相手の様子的にはもうマックスだよね。うん、攻撃力最大まで下がってるんで、まあ一応高スピードはやっとくか。今回はまあアタッカーはドスクジラにするかな。うん、するんだけど、強化するアタッカーはまあ一応グーンと上げ、2段階ぐらいにしときましょうか、素早さ。よし、じゃあこっからできる限りやっていくぜ。振り立てる。最悪でも3上げくらいにはしたいな。よー、もう結構寝てくれてるな。もう一回寝てくれたらマックスって感じ。頼むパフュードン、ぐっすりお休み。さすがに、おお寝不足だったんかなパフュートン。確かにな、すごい目やにの目やにめちゃついてるもんなパフュートン。よし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 、トークをする間にマックスですよ。 HP もほぼほぼ、これで3段階上げ。まあ急所に入ってもワンパンはされないでしょ。急所2回で2パンぐらいでしょ。マックス下げてるからな、いくら抜群とはいえ30ぐらいか。うん、ダメージ30ぐらいだな。いけるいける、全然耐える。まだまだこれ4段階上げにします。素早さ勝ってっからな、問題ない問題ない。上げていく。ただドスクジラも鋼が弱点だったっけ。まあワンパンされんかすごく安直な発想で動いてるけど、まあいけるでしょこれ。うん、フルまで進める気がする。よし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 。問題は、うん、次の悩みポイントはあれだな、ドスクジラが何の技を使うかによるな。今回ねドスクジラ眠るは覚えてないんで、眠る覚えてない、覚えてない代わりにボディープレスと持ち物がこだわりハチマキになってるんで、どうだろうな。でもな、ボディープレス防御力を見るんだよな、自分のポケモンの。抜群ではあるんだけど、タイプウィッチとテラスタラも考えたら普通にアイススピナー打った方がいいのかもしれないドスクジラは。さあフルマックスですと、ここでバトンタッチ。うん、まあ耐えるっしょ。急所にさえ入らなければほぼほぼ耐えると思うんで、入れ替えていく。はい、ドスクジラ爆弾余裕だ、全然余裕だ。これでもうゴリゴリマックスかつテラスタル、まあ、テラスタルもするんだったらアイススピナーでいいか。せっかく覚えさせてはきたんだけど、まあテラスタルとタイプ1含んだら多分こっちの方がいいでしょう、ダメージ的に。アイススピナーで、よしやっておしまいドスクジラ。あとの全ポケモンワンパンですよこんなものは。なんて言ったってレベル70何歩だからなもはやいいよ、さすがに負けないよこれ。こっからさあ止めてみろうちのドスクジラを。
はい、バクさん、まずはバケルトンから。お次のポケモンはボーグル。あーって、みんなと分かんない、みんないと分かんないやつ。おーっと、まあ抜群か。別に特に何もなく、ノーマル飛行だったりすんの、ボーグルって。砂漠にいるところは見たことがある気がするけど、戦ったことないな、ちゃんと。そんなに OK で、ノココッチ、はいはいはい、ノココッチがいた記憶はある。うん、ボーグルはいなかったよな。はい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 、あ、そうだそうだ忘れとった、そういえば毒撒いたな。まあこれマイスピナでワンパンでしょう。どうでしょうか。まあそうだよね、はい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 、なんせ積んでんだから6回もあ、そうそうそう、根っこわらが1周目の時は初手だったんだよな。そうそうそう、絶対眠り。あの頃はな、うちのポケモンたち毒で攻撃するのと眠らせて攻撃するのっていう2択しかなかったからな、攻め手が。苦戦されたもんだけど、もう今となってはね、積むというね、はいはいはい、スタイルを覚えてるんで楽勝ですよ。4体抜け、ナイス。さあラストワン、ラストワン、ショームクホーク。まあ飛行だけどテラストルでノーマルになるのかな。うん、普通の強いですね粘れるもんなら粘ってみーや。いけるか青木くん、青木くんやれる。1段階下げられていくが、まあ問題はない。なんせ5段階上げ、自分をさらけ出しましょう、いつも通り食べますよとは言うものの、まあ一周目と変化はないでしょう。ノーマルテラスタイプチェンジね、これどう。はい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 、いやー、四天王戦とかと違ってあれだな、ジムリーダー戦はもうタイプがほとんど一貫してるからやりやすいよね、こちらとしても。さあやれ、抜き取れその命を、ナイスー。特に苦戦もなくいや最初のポケモンがあのコアラやったら苦戦したかもしれないけど、最初でな、物理ダッカー出したらダメだよ、うちのポケモンたちに。青木くん、蛍光対策不足ですよ、おかわり3杯目ですそうかそうか、指定のせいもあったしな。はい、3連勝だって。シンプルに勝ったけど、どうする、またご飯食べる、前回みたいに。あなたは刺激が強すぎる。でも少しだけ分かりました、四天王の時は飛行タイプを使うと言われた意味。何さ、あーはい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 、平凡な道をね行くだけでは見えない景色もありますよと。うん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 、すごい、めっちゃ褒められてる、青木くん褒め上手だな。あくまで業務ならやるだけです、好き好んでありませんよ。あらああなしなのか、今日は残業、ご飯食べないの、前回みたいに。残念だな。よっしゃ、じゃあまあシンプルに、うん、初見で突破できちゃったんで、まあ今回はねまだまだ短いんで、時間もいきますかね、次のとこまで。というわけでお次のジムはなんじゃもちゃんですね。はい、まあ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 、一周目のね、うん、戦いではもうウパマルがね、うん、雷全然効かないんで、もうほぼほぼ完封したなんじゃもちゃんなんだけど、まあ、今回もね、うん、まあ、特に苦戦はしないかなと今のところ思ってるんだけど、まあアタッカーウパマルに添えて、うん、パピコパモタロさんで相手の戦力削りながら積んでっていうイメージでやっていこうかなと思います。ただまあ相手が物理かとか分かんないんで、とりあえずクリオから先発する感じでやろうぜ、なんじゃもちゃん。よし、トップの目玉はエレキネットあれあれなんだな、カメラが回ってなくてもそんな感じなんだな、なんじゃもちゃんは。それとも今急にスイッチ入れた、今急にオンのスイッチ入れた、なんじゃもちゃん怖いな。オハコンハロチャを、あ、そう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 、残念ながらおもたかさんではありませんと。トップの代わりです、はいはい、新チャンピオンのトップの代わりですどうだよ、もうあっという間にチャンピオンですよもっとウハウハに、そんな人気なん、フラメン氏は果たして。
そうかな、あんまりメディア露出してないと思うけどな。はいはいはい、やりましょうか。ルフェスの物語って言った今。ちょっと流しちゃったけど。まあ、本気バトルやりましょう。うん。特にね。5位並べなくていいんで。やりましょうや。バトリー。さて、まあ、今回はじゃあ、配信は済んだ一応。特にそういう番組チックなことはないのかと思ったけど、配信はあんのね。ああ、はい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 。ってことはじゃあコメント欄の皆さんもいるわけね。どんなもんじゃ TV をご覧の皆の者、おはこんはろちゃおなんじゃまです。どうもフラメンです。うい、どうもこんばんは、フラメンコです。激バツな激ま間違った、噛んじゃった。はい、アウト。ジムテストっぷり超ビリビリときてた。まあね、だってなんじゃまちゃんボコボコしたからね、俺あの時。うん、懐かしいな。それなのにあの時コメント欄でなんだ、どっちも強かったって言ってるやついたもんな。あれ、てかコメントなくない、なんじゃもちゃん今回。あれ、なんじゃもちゃん人気低迷してる、もしかして。配信の動線数減ってんじゃないの、前回より。もしかして俺コメントゼロやって今んとこ。大回転、大回転はどうだろう、今んとこ物理っぽいのかな、それともなんか回電波とかやってくるかな。一旦あくびから入るか、わかんないし。追い風ね、はいはいはい。味方のスペース上げていって、風力電気、不思議な特性をお持ちのようで。一旦誘っといて、何していくんだろう本当に。守るか、ここで。さあ何する、放電、あ特殊だ、特殊系か。了解了解。じゃあ一旦大回転は突破したいな。このままやってもいいかな、アイアンヘッドとか効く、どうかな大回転に。おっと、今一つタイプ相性を把握してないとこ目を覚ましていく。防風、あ外してった、なるほどね、しっかり特殊だな。オッケーオッケー、ゴリッと減った、ダメージを受けていくけど、うん、防御力あんまないのかな大回転。これ2発で差し止められるんじゃない、追い風していく。あー追い風ってどうなん、なんだろう、詰めるん、素早さが上がっていく能力、それとも2回やっても意味なかったりするのかな。とりあえず大回転突破、ダメージを受けていくが、パラバリー、パラバリーはあれか、なんじゃもちゃんの相棒ポケモンか。いやパラバリーも覚えてないですよこいつ、あんまりどんなポケモンだったか。いい特集あー危ねー、仕掛けた、あくびしていって、どうしようかなこれ、死ね出しでいいかここ。うん、死に出していいか、水の波動しっかりと特殊技で詰めてきてんね。眠らせていって、あハラバリの目ってあそこなんだ、知らなかった。うん、こうなるとミニゾーとかでお茶濁しとくか、一旦ドスクジラ出したらな、自信覚えてくからな、なんか全員投げ倒しそうで怖いんだよね。まあいいんだけど、投げ出してもらっても。一旦ミニゾーから入るか、OK ミニゾー、できれば僕のポケモンにも出演してほしい。いいよー、まあこれで一旦目の眠り、あと何ターンぐらい寝てくれるかな。おおおお、いいね、意外とダメージ高いねやっぱり。やんだ、早っ、2回積んだのにもうやんだ、追い風、多分2回で倒せると思うけど。あ、ナイス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 、眠っている相手が。さあこれでしっかりと倒していく。何嘘、何充電って、でも威力上がるだけでしょ、威力が、攻撃の防御力上がるわけじゃないでしょ。いやー起きちゃったか、ノードベ突破はできなかったか。どう、はいはいはい、今一つでもそんなに食らうのか。まあまあまあ致し方なし、
2体抜かれて2体倒したんだったら全然上出来でしょ。これレントラ来た。レントラはさすがにこれ物理でしょ。っていうかなんなら今さらやんなくてもいいんじゃないか今さらやんなくてもいいんじゃないか。積むという行為、ワイルドボルト、うん、そうだね、明らかにどう見ても物理ですね。よし、わかった。ダメージ受けていくけど、ウーパーマルに対してワイルドボルトしてくるかな。噛み砕くとかやってきそうじゃない。普通にやってきそう。まあここらで出しときますか。エースウーパー、いけ。ウーパーマルが一番可愛いんだから。地震だ、サイコファング。マジか。おいおいおい、毒タイプ見越してた。やべえ、青木とは違ってなんじゃもちゃんもちゃんと対策してるわこいつ。サイコファングとか持ってんだ、なんてこった。そうなると、うーん、あと3点でしょ相手。いったんちゃんとしとくか。うん、あんまりナメパしないでおくか。大笑いね、甘えまくって積みますか。ドスクジラに対してサイコファングがあるんじゃしょうがねえや。どう、急所当たっていく。うまい。どうだろうな、パピコにも急所当たったらやられたりするかな。さすがにか。うん、だってパモタラさんの防御力このパピコの3分の1ぐらいしかないからな。それでもやっぱ威力が高いな、エントラー。攻撃力があるだけあるわ。4段階先で30食らったからな。勾配でやりますね。巻いていってこれでフルダウン。ワールドボルト、うん、やっぱ2、30ぐらい食らってんな、こんだけ避けても。まあ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 、そんなに悠長に貯めてる場合じゃないなこれ。あ、間違えた、間違えた、完全に。うわ、何やってんだ、強さ見ようと思ったのに入れ替えちゃった。やべえやべえ、強さ見ようと思ったのに入れ替えちゃった。うわー、無駄なダメージをいただいていく。もったいないことしちゃった。シンプルに何やってんだ。戻れ戻れ、ドスクジラ出てくんじゃないよ、まだ早いって早いって。ワイルドボルトって PP そんなにたくさんあるっけ。てかあんまないよな。うん、でも噛み砕くも持ってると思うんだけどな。で今回ちゃんと見る。でスペース147あるんだよね。いいか今回は。うん、あんまり高速移動とかたくさん積んでる場合じゃないと思うんで、奮い立てるを2、3回積むぐらいでいいんじゃないか。十分な気がする。あとポケモン3体だし、相手のあとはレントラーが先制技を持ってるかどうかだな。持っているかどうかによって、うん、パピコをどれくらいまで引っ張るかが変わってくる気がするんだけど、今んところまだ見えてるの2個だけか。技、ワイルドボルトとサイコファング。もう1回は貯めれるけど、もう2回は怪しいか。いや、いけんな、全然いけるぞ。奮い立てていく。上げといて、お、雨が降ってきた。まあ雨は変わんないか。雷とかが必中になるぐらいか、暴風とか確か必中になるよね、あそこら辺って。まずいまずい、前提を取れなかったらきついか。そうなると
そうなると素早さが高いやつが出てきて、雷だったら半分ぐらい持ってかれるか、さすがにロスクジラでも。いやーでも先制技持ってたら怖いからな。ここで入れ替えよう。入れ替えます。で確か相手の一番最後のポケボンがムーンマージだったっけ、なんかそんなやついたよな。なんじゃもちゃん手持ちっていた気がすんだけど、まあ今回のスクジラはね、あの鉢巻きじゃないんで技は変えれるんで、まあとりあえず自信でいいでしょう。よいしょ、さすがにこれは倒した。ナイス、抜群かつ3段階上げかな今回は。まあやれるでしょう。マルマインも自信は当たるでしょう。よいしょ、お自爆とかすんなよお前、頼むから。おおっと、はい、危ねえ、うわ強っそうか、こっちの攻撃力上げを利用してきた。危ねえ、よかったじゃん3段階にしといてあげるの。危なっ、おおおおなんてことするマルマイン、危ねえ。そうだよな、うちのこの攻撃力上げる作戦イカサバンだけは弱いな、そう考えると。あっぶねー確かにね、1周目の時もボッコボコだったからな、なんじゃもちゃん。うん、はいはいはい、ムーマージン効果あり、当たんのこれ。いや心配だからアイスピナーでいいか、テラスタルして。イディアひらめき豆電球、さあ問題は素早さだよな、お互いの。ムーマージとドスクジラ、これでムーマージの方が素早かったら泣いちゃうレベルだなこれさすがにドスクジラの HP も150ぐらいしかないから、うん、ワンパンラインかもしれない。さあこちらも返していくよ、テラスタル。ここに来てテラスタル合戦だ。だってドスクジラが抜かれたらな、うちのパピコ攻撃手段が全くないからな、もう終わりなんだよね実質。頼む、あっ危ねえ危ねえ、よかったよかった、雷技じゃなくて雷技やったらワンパン死んでた、よかったと。あえて負けてんだ、やっぱドスクジラって素早さ遅い分類なのかな、147って。やっべえ、いい指標になったわ、今後必ず素早さを上げていくことにしよう。あぶねえ、あぶねえ、オッケーオッケー、まあ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 、こんなもんすよ、なんじゃもちゃんの実力は。いやいや負けて悔しい気持ちもあるけどさ、何、お上がってる、爆上がりしてる調整になってるな。やっべ更新出た、来ちゃった、急に更新出たおやめろやめろ、今すんな、今やめてくれ、録画中なんだけどやっぱ俺の人物と集客力が違うわと。えその割にあれだよ、ないよコメント1個も、うん、他の配信者の動画に出ないでねなんだこいつ独占欲強めか、なんじゃまでしたとは言ってるけど、あれ本当にコメントゼロだったじゃん、ええ不人気なんじゃも、悲しいな。いやー、なんじゃもちゃんの乗車必須ぶりが分かったところで、結構苦戦したか。うん、やっぱ相手が特殊主体できたらな、なかなか難しいところではあるよね。うん、しっかりそこら辺対策していかないと。まあ、ワンパンでというか、初見で突破しないといけないっていう縛りはないから、別にいいんだけど、一回やられてまたやり直すっていうのも、問題ないんだけど、まあ、あと、残すはね、うん。ファーストレグ、一周目でも苦戦した奴らばっかなんでね、うん。むしろここの二つはあれか、こちらのレベルが上がりすぎてそんなにだったか。まあ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 、残すとかと3体なんで、帰るとやっていきましょう。じゃあ今回ここまでありがとうございました。